徳島、徳島、徳島アイランド。徳島アランがいっぱい、徳島アランがいっぱい、徳島アランがいっぱいいるよ。どうもこんにちは、徳島アランです。今日はですね、今回もまたヨーヨーの開封動画なんですけども、じゃじゃん、開けます。でっでで、ヨーヨーファクトリーさんからね、ウィルというヨーヨーです。実はというか、まあ旧型のウィルもありまして、今回新型、ウィルをアップデートした形でね、販売されたということでね、早速開けて開封していきたいと思います。久しぶりのね、ヨーヨーファクトリーさんということでね、マジで、ビル買って以来かもしれん。その新型のビル。買って以来のヨーヨーファクトリーかもしれない。うわぁ、開けていきます。これもまたいいよね。もう、こうやって触れる感じも、素晴らしいです。これね、下から開けるんだった、確か。そうだ、そうだ。よいしょ。よっと。ね、これでね、ベアリングがぐるぐるって回るっていうね。おーおーすげえ、ね、ストリングも入ってます。すげえ、このダークグリーンってなかなかないっすね。なんか、なんだろう、この色結構珍しめのダークグリーンだ。なんか、なんて言ったらいいのかな、ちょっと灰色味が入ってるダークグリーンっていうのかな。なんか、なんて言ったらいいんだろう。で、ここがね、すごいと思ったのが、リムブラストなんですよ、ここ。ね。で、ここもブラスト、ボディも。でも、横シャイニー。で、リムのね、横もね、シャイニーなの。ここね、すごくないですか？なんか結構僕は珍しいなってすごい思ったんですけど。こだわりをめちゃめちゃ感じますね。すごい、かっこいい。めっちゃかっこいい。これね、新旧ね、両方かっこいいんですよ。このね、旧型のね、明るめのね、ブルーもね、僕好きで、このね、リムの、ここ、縁が、結構丸くなりましたね。これもまた、いいですね。ここのね、凹みが、なくなってたりとか、なんか、いろいろあるんですけど、見た目の変化も。やっぱね、使ってみて、このね、新旧の違いをね、これから、見ていけたらなと思います。そしてね、この新型のウィル、スペック確認していきたいと思います。ちょっとね、カンニングペーパー失礼します。新型のウィルのスペックでございます。直径が 56.97mm、 幅が 45.84mm で、重さが 65.8g となっております。はい。で、こっちにもね、旧型のね、スペックが出てるのでね、ぜひ比較してもらえたらなと思うんですけど、直径がね、本当に気持ち少しちっちゃくなって、幅が、幅はね、幅ほぼ変わんないんですよね。0.04mm。だからもうほとんど変わんないっすね。で、重さが、まあ、0.7g っていうのも結構変わりましたね、重さは。はい。って感じです。でね、トラピーズ横幅はね、相変わらずそのまま 44mm。になってるので、だから本当に直径もほぼ変わってないから、ウィルで使って大きく変わったなって部分は重さなんですかね、っていう感じになってます。早速ね、糸つけて回転させていきたいと思います。めちゃめちゃ楽しみですね。はい、ということでね、こちらの新型ウィル回転させた様子をこんな感じでございます。すごいかっこいいんですよね、こんな感じです。ウィルね、どんなヨーヨーかっていうのをそもそもね、伝え忘れてたんですけど、このヨーヨーですね、幅の広さとコントロール性と回転力がとにかくね、高い水準でね、こう、何僕の語彙力、徳島頑張れそう。まあ、高いレベルで引き出されてるヨーヨーということですね。よく、やっと言えたね。はい。早速ね、使っていきたいと思います。
やすいんだよね。そう、知ってる。久しぶりにね、あの水色のウィルを引っ張り出してきて使ったんですよ。やっぱ使いやすくて。うわうお、使いやすい、マジで使いやすい。地球型使います。どう違うんだろう。なんかね、あのマジで振り比べないとわからないくらいの変化だと思うんですよ。違うわ、全然違う、全然。あのね、旧型めっちゃ軽いっすね、こうやって振り比べると。あ、すごいわ。なんかね、旧型はね、めちゃめちゃ軽いです。そう、なんかね、旧もあのそこそこのね、存在感と重さはあるなって思ってはいたんですけど、今振り比べると旧はめちゃめちゃ軽いっすね。これ軽さゆえの動かしやすさっていうのも結構あるんですが、ただね、ちょっと気抜くとすっぽ抜けかねないかも、このウィルと、今のウィルと比べると、ね、軽いんですよ。ウィルの軽さはそのままなんですけど、存在感は、上乗せされてるんで、なんかすっぽ抜けはしない。しっかりね、スピードも出しつつコントロールしていくことができる感じの仕上がりですね。めちゃめちゃいいな、これ。ね、リムにブラストが入ってるのがね、すごく頼もしいですね。不意に触れちゃった時に、なんかやっちまったっていう感じがないっていうか、なんかちょっとね、あのやっぱね、そのブラストかかってないかかったりとかすると、指に触れてちょっと回転がなんかあの削れちゃったりとか、あとはまあ普通にそのボディが傾いちゃうんですよね、そのキュッてなるから。それでいや、やっちまったってなって、さらになんか焦ってなんかミスとかしちゃうんですが、こうブラストがね、全体こうボディにかかってると本当にそういうのも気にならないんで、あ、指に当たったな程度で済むっていうか、すごくありがたいですね。うん、幅広なのにめっちゃね、糸を通すようにね、動かしやすいって部分も相変わらずのウィルって感じですね。滑りがね、めちゃめちゃいい。いやー、マジでね、ホリゾンタル苦手なんで、こういうね、幅広でね、ボディが安定する要領はね、マジでありがたいですね。ということでね、こちらの新型のウィル、まとめていきたいと思います。こちらの要領ですね、ウィルと比較っていうよりは、あの完全に僕はね、あの競技的な目線ではもうこっち、断然こっちアップデートされてるっていう感じですね。やっぱね、あのフィーリングとかそこら辺の好みの問題になってくると、またそこは別になってくるなとは感じます。やっぱね、こっちの旧型のウィルは、すごい軽いんですよ。すごい軽いから、このすごい軽いのが好きっていう人もおそらくいると思います。僕もね、すごい軽いヨーヨー好きなんですが、競技で本番で使うとか、なんか実践的な部分になってくると、どうしてもやっぱね、あの若干ですよ、気持ちすっぽ抜ける可能性が出てくる軽さではあるんですよね。それをあの安心して間違いなく使えるっていう風にした感じですね。いや、あのこれもね、すっぽ抜きやすいわけではないけど、なんだろうな、その本当にこっちと比べちゃうとっていう話なんですね。だからそのもともと完成されてたヨーヨーをさらにアップデートしたから、こっちと比べちゃうとすっぽ抜けるなっていう印象を覚えただけで、別にすっぽ抜きやすいヨーヨーではないんですが、こっちがね、それだけね、安定感が増してヨーヨーの存在感がね、出たっていう感じですね。で、まあ、僕が感じた変化は、このヨーヨーの存在感が出て安定して、すごくね、動かしやすくなったっていう部分だけですね。あとはもう本当に、あの、今まで通り使いやすいウィルのままで、もう本当にウィルっていう気持ちで触れるヨーヨーだなって。ウィルって気持ちで、こう、しっかりとね、進化した様子を体験できる、めちゃくちゃ素晴らしいヨーヨーになっております。
ぜひね、ビルが好きな人や、幅広でね、機動力が高くて安定するヨーヨーとかが、好きな人、マジでおすすめです。なんかとりあえず、競技向けのヨーヨーで何かいいの欲しいって思ったら、ビル買ったら間違いないなって思います。はい。ということでね、今日紹介したヨーヨーは、ヨーヨーファクトリーさんから出てるね、ビルの新型でございます。ありがとうございました。